皆さんこんにちは。今日の試合の実況は西岡明彦、コメンテーターには福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の試合はジュビロ磐田対湘南ベルマーレのカードです。本日のホームチームはどう見ますか？今シーズンこのチームがここまでやるとは思っていませんでした。プレーオフでの勝利を期待されていましたが、もっと上を狙っていける成績を残しています。シーズンの終わりにはトロフィーを掲げているかもしれません。このゲーム、ホストにとっては組みしやすい相手でしょう。ホームゲームでリーグトップの成績を上げていますが、相手チームは今シーズンアウェーゲームで不振が続いています。なるほど、観客の声援もありますから、このゲームの勝者は決まったようなものですね。あとは何点取れるか予想するだけでしょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が厚くなります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので、爆発力はありますよ。控えの選手が監督に何かアピールしているようですね。はい、ずっとベンチに座っているのは辛いですしね。出場機会が欲しいんでしょう。いよいよ試合が始まります。湘南ベルマーレボールのキックオフです。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはシュート、入った。これはナイスシュート。この試合一つ目のシュートがゴールを生みました。一瞬ドキッとしたんじゃないですかね。これはゴール左上にシュートが突き刺さりました。止めようがありません。この角度からも見ましょう。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。藤田誠也、スローインで試合が再開となります。危険な位置です。緊張感が増してきます。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。さあ味方も連動して動いてくる。ルーズボールになった。高山薫、アダユトン、いい形でゴール前まで持ってきました。シュートだ。弾かれた。反応は、攻守の切り替えが大事です。高山薫、いいアイディアでした。さあスタジアムのテンションが上がります。アダユトン、シュートはポストに。
菊池俊介。湘南の攻撃です。積極的に飛び出しました。ボールを確保。川駿、ベルマーレが攻めに出ます。ボールを回しますがなかなか崩れません。このボールは重要です。石川俊樹、ルーズボールになっています。ボールを運びゴールに襲いかかります。アダイウトン、綺麗に曲がりました。コントロールしたシュートが決まりました。あそこに打たれてしまったらキーパーはどうしようもないでしょうね。菊池俊介、ボールがこぼれました。サイドへ展開していきます。菊池俊介、パスをこの位置で防ぎます。上田浩太、サイドへのパス、ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。決定的なパス、決めに来た。ゴール、ゴール。これで2ゴール。ノリに乗っています。別の角度からご覧ください。大量リードの試合となっています。アンドレ・バイヤー、カットしました。ここはどうするでしょうか。松浦拓也、これはいいぞ。シュート、ゴールが決まった。このゴールでハットトリック達成です。このゴールでハットトリックです。今日は止まりませんね。そうですね、選手にもチームにもサポーターにも素晴らしい日になったのではないでしょうか。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。菊池俊介、石川俊樹、高山薫、チャンスを伺っています。ルーズボールになっています。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。危険な位置です。緊張、ゴールチャンス、止める、止めます。コーナーキックでチャンスを迎えます。ゴ
このコーナーキックはうまくいきません。相手ボールです。この選手、ここまでは素晴らしい活躍ですね。なかなかのものです。今日の活躍を見ても、相手のキーパーを困らせていることは明らかですね。ゴールを決めた後でもどんどんゴールを脅かしていますね。頼もしい。川辺駿。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。打てるか。ここで味方のサポートが来る。ディフェンスを抜いた。狙っていった。シュートはちょっと、このシュートを弾いた。セットプレーはどうでしょうか。石川俊樹。ボールが足につきません。ルーズボールだ。中村大輔。いい形でゴール前まで持ってきました。前半終了です。ちょっと予想できなかった展開となっています。ここまでホストチームがリード。ホームでの強さがこのゲームでも発揮されています。完全にワンサイドゲームになっています。このチームがホームで崩される姿はちょっと想像できません。ボールを運びゴールに襲い、前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールはどうだ。キーパーに渡りました。大井健太郎。川辺駿。横へ展開。味方を走らせる。ボールを持って中に入る。このボールはタッチを割ります。スローインです。石川俊樹。ディフェンスがボールをクリア。ボールがフリーになりました。太田義明。横へ展開をします。スローインとなります。危険な位置です。緊張感が増してきます。このボールはスローイン。止める。弾いた。サイドへ展開。狙ってきた。キーパーパンチング。
そこで取られてはいけない。これはチャンスだ。止める、止めます。実力拮抗のカードと思われていましたが、ここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところで違いが出てしまっている感じですね。ボールが足につきません。ルーズボールだ。さあフレッシュな選手が入ります。松浦拓也、シュートに行けるか。このボールはディフェンスに弾き返されます。このパスはどうだ。ちょっと消極的なパス回しです。キーパーの守備範囲です。さあスタジアムのテンションが上がります。ゴールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。ボールを回して味方の上がりを待ちます。打ってきた。笛が鳴りました。オフサイドでした。前方に運びました。タックルでボールがこぼれました。いい形でゴール前まで持ってきました。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。パスをつないできましたがここで奪われました。マークを確認しておきたいですね。ここで網にかかる。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。味方を走らせる。うまく組織されたディフェンス。サイドからの突破を許しません。斉藤和樹、ボールをはこれはいいぞ。シュート、ゴール、ゴール、ゴール。監督の起用に見事応えました。追加点も決めました。守る側が気持ちが切れてしまっていますね。集中しなければいけません。違うアングルから見てみましょう。大量リードの試合となっています。藤田誠也、高山薫、危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。見事です。
ボールをダッシュ、寄せが早い。山本浩介、松浦拓也、さあスタジアムのチャンスになりそう。シュート、キーパー弾く。選手が倒れていますよ。肉離れでしょうか。大井健太郎、中村大輔、松浦拓也、ボールを失いました。ここはちょっと軽率なスローイン、相手ボールです。このパスはダメでした、通りません。このボールは通るか、これは来た、止める、止めます。中にスペースがあります。中に人は太田芳明、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。ここでホイッスル、ジュビロ磐田が見事な勝利を挙げました。試合は終了していますが、ちょっと一方的な内容でしたね。ええ、勝負はもうずっと前に終わっていました。勝負が見えても手を抜かずにプレーを続けた結果がこのスコアなんでしょう。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはシュート。